い、聞いたか、また戦争だってよ。ああ、今度はローランスもハイランドも本気だ。すげえ衝突になるって話だ。戦場はまたグレイブガンと盆地あたりか。こうしちゃいられねえ。ああ、食料に武器、薬に棺桶、稼ぎ時だな。雪の戦争。まずい、前以上に汚れが集まったら。騎士団の被害報告、負傷118、死亡30。俺の砲弾が足りるぞ。伝令、化け物みたいな。敵部隊に死傷約50を与えり。決着したのか。冗談だ。多分先発部隊の小競り合いでしょう。両国の本隊同士の衝突ならこの程度で済むはずないもんね。この程度って白王騎士団はまだか。ラストンベルの避難誘導に手間取っている模様です。そんな場合か。スレイさん、このままここにいても。白王騎士団がラストンベルにいるって。セルゲイに会ってみよう。そうだな。何があったの、トル。みんながペンドラゴで捕まっちゃった。数奇教の暗殺の容疑、僕たちがハイランドに頼まれてやったって。なんで、あれは私が勝手に。ルナールが帝国に持ちかけたんだ。そういうことにすればいいって。なるほど。帝国は開戦の大義名分を探していただろうからね。数奇教の暗殺をハイランドが図ったことにできれば十分すぎるな。ルナールに罠を張られて、エギーユが盾になって僕だけ。ごめん、逃げるのが精一杯だった。覚悟はしてた、そういう仕事だから。けど行ってもいいよ、ロゼ。止めないとヤバいじゃない、戦争。けど大義名分を得たらやることは決まってる。証拠隠滅だわな。放っとけないんでしょ、どうせ。家族は大切ですもの。自分で言ったじゃないか、ロゼと俺の仕事は違うって。
行ってくる。私たちはどうします？風の骨救出と戦争、どっちもなんとかしなきゃだが、体は一つ。セルゲイはラストンベル。ハイランド陣地にはアリーシャがいるかもね。俺はここら辺洞窟を通ってハイランドへ抜けられたよな、確か。ラモラック洞穴ね。総攻撃の準備急げ。勅命が下り次第、総力を持ってローランス軍を殲滅する。これは同志スレイ、ようこそ我が陣地へ。ちょうどいい、間もなく総攻撃を命じる勅命が届く予定なのだ。君たちがよく知る人物を使者としてね。まさかアリーシャさんにそんな役目を。バルトロの小細工だろうが面白い思考だ。素直に届ければ大戦が始まり、拒否すれば反逆罪で処罰できる。アリーシャの困り顔が目に浮かぶよ。あなたは私を切るか。いいだろう。お前をローランスの刺客だと叫べば、勅命がなくても総攻撃の名分が立つ。こりゃ分が悪いぜ。どうも兵たちを抑えるにはアリーシャの力が必要だ。アリーシャか。やってみるがいい、できるものならな。陣地にアリーシャはいなかった。レディーレイクに行ってみよう。けど、アリーシャさんを頼ればマルトランさんが氷魔だと教えることになりますが。傷つくわね、あの子。それでもアリーシャを頼るしか。度胸が必要さえ、そいつだ。氷を圧下がれ。魔を断ち切れ。立ちぐれ。死ぬの際は中撃で爆雷飛行時、アバンダを許す。負けるか、負けるか。敵を潰せ。巻き込め。死ぬの際は、うわっ、しまった。肉には兵器だ。呪文を受けるぞ。これが同志の力だ。
びかせない。時は誰だよ。戦う女性は撃つ。戦いの邪魔ばかり。よくも、ハイランドの面汚しが。急に何を。アリーシャ、スイジャの決心。スイ、話はあと。ライア、はい、十四剣復活させました。行くぞ。いや、お姫様、俺はザビーだ、よろしくな。おほう、その顔を聞きたいことがある。いえ、今は戦いに集中します。一刀両断。ウッショウタマ、ウッショウタマ。とまあ、おおよそはそんな事情さ。そうですか。ザビーだの話ばっかりだぞ。まあおいおいね。兵士がなぜアリーシャを。私がもたもたしているからだろう。攻撃を命ずる勅命を届けずにな。そこまで憎悪と不満が。見ての通りです。戦争は止められそうにありません。諦めるの。だってどうしようもないではありませんか。ローランスを撃てという王の命令、勅命は出されてしまったのです。そんなもの握りつぶしちまえば。都合が悪いなら。ザビーダ様、握りつぶすとはどういう意味でしょう。そのままさ、命令書を隠しちまえってこと。無茶な。そうだ、アリーシャにできるはずが。別に強制はしないよ。悲しみに暮れる憂い顔も嫌いじゃないしな。スレイ、戦争を止めるにはザビーダ様の言う通りにするしかないようだ。
また力を貸してもらえないだろうか。本当にいいのですか？国に反抗することになりますわよ。承知の上です。わかった。アリーシャが覚悟を決めたなら嫌とは言えないね。ザビーダ様も頼りにしてよろしいか？けなげな姫のためとあれば、泣きそうな顔よりずっと好みだしな。幸い軍を指揮しているのはマルトラン先生だ。きっと先生も協力してくれる。どうした？それは無理よ。マルトランは兵馬だもの。最下の剣士の配下として戦争を煽った張本人なのよ。エドナ！教えておかないとまずいでしょ。だな。後ろから刺されてからじゃ遅い。嘘だ！冗談でも言っていいことと悪いことが。落ち着いて、アリーシャさん。そんな、マルトラン先生はずっと私を励ましてくれて。取り乱してすまない。会えばわかることだ、マルトラン先生に。また泣きそうな顔になっちまったか。スレイ、目は大丈夫だろうか？大丈夫、見えるよ。よかった、成長したのだな。けど、少し霞んでる。少しって、戦いでは致命傷に。だとしても、これはアリーシャが見届けるべきことだと思う。スレイ、今更よ、うだうだ言わない。どうせスレイにフォローがいることは変わらないし。行こう、アリーシャ。ああ。私に拾われるためにずっと待ってたのね。腕を上げたな、アリーシャも。ああ、鍛え直してもらったんだ、マルトラン先生に。そっか。
ボトルの調合が終わったぞ。先生。やっと気づいたか、私の正体に。なぜ。私が信じる理想のためだ。お前が使者だろ。総攻撃を命じる勅命を渡せ。では力ずくで奪うとしよう。来い。ここでは人目につく。ライラ、マルトランは何の兵馬なんだ。それが正体が見えないのです。わかるのは手ごわいってことだけか。強い美人か。相手にとって不足はないね。仕事が控えている。手早く終わらせよう。なぜです先生。この後に及んでまだ問いを吐くか。今見えているものが現実であり事実だ。そんな基本もわきまえぬものが民を導こうなど少子極まる。理解はしています。では悟っただろう。お前の青臭い理想など一辺の意味も持たないという現実を、国にとっても民にとっても、もちろん私にとってもだ。だったらどうして私を支えるふりをしたんですか。二つだけ利用価値があったからだ。お前はハイランドとローランスを最大の力で衝突させるための道具だった。バルトロラは反発させ暴走させる役には立った。アリーシャの理想には意味も価値もあるよ。ああ、少なくともスレイは信じてる。スレイさんだけではありませんわ。マナ弟子への最後の授業で邪魔しないでもらいたいな。邪魔が入るのが現実ってもんさ。そっちもよく喋るのね、この後に及んで。確かに、もはやかわすのは刃だけで十分だ。もう一つの価値のためにもな。アリーシャは下がって。わかった。うなれ。やってみせる。隙だらけだぞアリーシャ。ライラ、こいつの弱点は。終わらせる。剣を吠えろ。雷神登場だ。氷は剣の子を助け、うなれ鋭水。雷神登場。治療がまるで動かない。治療が治癒めんな。爆雷光神。何が光神がついた。こがはめる。ネクソーカーの力を決める。精錬隊の剣を崩壊を決める。集中力が高い。むやみにする。我が弓は当然。青く弓に痛みつける。爆雷撃つ。駆
けろ。総裁の発言禁止無双。させるな。立ち位置三水幕は渦しよう。我が姫立ち位置三水身が参る。刹那にて復帰したの。ご飯で完全進サポートを願う。参り切れ星の地行け。幕は託人幕は渦しよう。かけろ貫き風幕は渦しよう。アリーシャ記念月下ラグラドマさせるな。早急の救援だ。浄化などされてたまるか。真に浄化されるべきはこの世界の方なのだから。もうやめてください先生。あなたは最下の剣手に騙されているんです。どこまでも優しいな。私はそんなお前が。ヘドが出るほど嫌いだったよ。これが現実だよ、アリーシャ。あの方の理想に身を捧げた証、後悔は。アリーシャ。アリーシャ、もう嫌だ嫌だ嫌だ。家に帰りたい。知らないよ、戦争も国も民も。駆け口を言われるのも意地悪をされるのももうたくさん。王女も騎士もやめる。ナルトロでも誰でも勝手にすればいい。みんなのためにって頑張ってもいいことなんかなかった。何もなのに、それなのに思っちゃうんだよな、戦争を止めたいって。なんか俺も同じ感じだから。騎士は守る者のために強くあれ、のために優しくあれ。先生の言葉が耳から離れないんだ。きっと私を騙すための言葉だったのに。あの人が嘘を言ったとしても、アリーシャが受け止めた気持ちは本物。
それで今ここにいるアリーシャは間違いなく現実だよ。俺が保証する。みっともない現実を見せてしまった。ハイランド軍のことは任せてくれ。最後まで青臭くあがいてみせるよ。それが私だから。若いね、素であんなセリフを。すまない。何泣いてるわけ、あなたまで。だって感動して。なんか言った？別に。セルゲイはローランス軍を止められるかな。大丈夫さ、セルゲイなら石にかじりついてでも。逆に不安なんだけど。ローランスの先陣はラストンベルあたりでしょうか。マル、あとサスタブだ。アンサナツイ、ちょ、ローゼはどうしてるかな。あ、無茶してない。おやつ作り完了だ。またやりやがったか。これで5件目だな。何があったの？知らないのか、ここんとこ毎晩貴族の屋敷が襲われてるんだ。それが妙な盗賊でな、襲うたびにあんな張り紙を残していきやがる。一緒に奪った金もばらまいていくんだ。残念だったな。もうちょっと早く来れば拾えたんだが。受けたくねえよ、悪党の施しなんざ。ロゼ、一人で無茶を。今気をもんでもどうにもなりませんわ。ロゼが動くとしたら夜だ。夜を待とう。
規則外を探ってみましょう。ロゼさんに会えるかもしれませんわ。待った。約束の金を払えないってどういうことだい。当然だ。どれだけの被害が出たと思っている。警備30名が負傷、被害総額は2000万ガルド以上だぞ。知らないね。警備が間抜けだからだろ。賊は貴様が目的だと言っているが。明朝風の骨の処刑を執行する。そこでケリをつけろ。報酬の件はそれからだ。どうやって棟梁をおびき出す。それを考えるのが貴様の仕事だ。元仲間、いくらでも連絡の方法はあるだろう。わかったよ。兵馬！空想を発射。ウィンドだ。行くぞ。行くぞ。切り開く。空想を発射。表現しないで。こっちだ。剥離脱力緊張するなよ。さあ行くよ。行くぞ。くそ、キツネを見失った。探そう。夜明け前に見つけないと。やっと会えたね、ルナール。ああ、あんたのお膳立て通りにな。助かったよ。さすがに牢の中じゃ手が出せなかったから。毒臭いと思ったが気が変わった。やっぱりこの手で殺してやるよ。棟梁！ダメだ、逃げろ。どうしてボロボロじゃねえか。悪いな。その子が死ぬと悲しむ奴がいる。こいつは任せろ。ロゼはみんなを。ごめん、すぐ合流するから。どうしかな。ハクリだ。油断すんなよ、この狐は。はい、流れが異常に強まりました。ケチアップ、爆雷飛行機。助けに来たよ、ビル。ありがとう、棟梁。キャンドル、狙い撃つぜ。逃がさない。先行、爆雷。噛みつくよ。アベンジャーズ、足足を前線旋風ゴーレン。ゴーレンゾン、ケチアップ。優秀モード、狙い撃つぜ。シャーク、灼人熱波焦がそうよ。狙い撃つぜ。ロシア、しっかり。すまない。空想を走ろう。
燃え上がれ。空想を走る。ダメだ。狙え。まだだ。まだだ。ビルクーンザイヤ。行け。前へ。とにかく当てる回転。生きてるよね、エギーユ。大丈夫だ。行けず。まず一匹。助かった。さっきの俺。いけるのか。つけるよ。身内の不始末は。うるせえ。幻影ストーンだけ。完全に終わろうぜ。これもだ。さあ、他の足は死ぬ。次回でも燃え上がる。はい。勇者のツインフラー。私の仕事。眠りよ。こうねえ誰。ざけんじゃねえ。安らぎもクソもあるか。カッコつけようが人殺しだ。ただの。分かってる。家族ごっこの建前のくせに。だったら決めろだよ。死ぬほどな。棟梁、セルゲイはローランス軍を止められるかな。